ジョン・トルーデルジョン・トルーデルは、アメリカ・インディアンの民族運動家、作家、詩人、音楽家。1946年2月15日、ネブラスカ州オマハで、サンテス族の父、クリフォード・トルーデルと、メキシコ人の母の間に生まれた。その後、ネブラスカ州ニオブララのサンテス保留地で育った。母方の祖父は、パンチオ。 ビリアと戦いを共にした人物だった。1963年、17歳の時に、高校での抑圧的な環境から逃れるために、これを中退して、米軍海兵隊に入隊し、ベトナム戦争の遠征に二度従軍した。海軍兵として、カリフォルニア州、ロングビーチに駐留中、最初の妻フェリシアル・オルドネスと出会い、結婚。マリ、タラ、 ウォボカの三つ子を設けているが、後に離婚した。退役後、カリフォルニア州サンバーナディーノの大学に入り、ラジオ放送について学んだ。6年後に大学を卒業するが、インディアンの彼に就職口はなく、ジョンは、インディアンの権利運動に関わるようになった。サンフランシスコでは、合衆国から条約を打ち切られ、保留地を失って、絶滅部族とされたインディアンたちが、 互助組織、インディアンセンターを設立し、集会所としていた。ここでジョンは、モホーク族の運動家、リチャード・オークストであった。1969年秋に、サンフランシスコのインディアンセンターが、火災で消失し、保留地を持たない、ベイエリアのインディアンたちの集会所がなくなってしまった。インディアンたちの主張は、白人社会の中で無視され続け、 直接的抗議行動によって、マスコミにアピールするより他はないと考えていた。リチャードは、ジョン・トルーデルと、サンフランシスコ湾に浮かぶ放棄された無人の島、アルカトラズ島の選挙を計画した。1969年11月9日、ジョン・リチャードをはじめとする76人のインディアンの、若者たちは、全部族インディアンを名乗り、放棄された。 無人島のアルカトラズに上陸し、この島を白人によって弾圧されてきたインディアンの伝統文化の復興拠点、インディアン文化センターとすると宣言した。ジョンは全部族インディアンのスポークスマンとなり、この島で FM ラジオ局を開設し、ラジオ、自由のアルカトラズとして、インディアンを囲む様々な問題やインディアン音楽をテーマに DJ を行い、 白人だけに向けた、現在のシステムでいいのかと問いかけた。ジョンは、アルカトラズ党選挙期間中、この島に泊まり、スポークスマンを務め切った。この、アルカトラズ党選挙は、当時新進気鋭の、アメリカインディアン運動にも応援要請を、行っており、ジョンは、AIM のデニスバンクスらと島で交換を深めた。アルカトラズ島選挙の間に、ジョンは AIM に参加した。 ジョンの雄弁さに敬服していたデニス・バンクスはこれを聞いて、クライド・ベル・コートと二人で大喜びしたと語っている。以後、デニス・バンクス、ラッセル・ミンズ、クライド・ベル・コート、フロイド・ウェスターマンらと共に AIM の中心的主導メンバーとなる。1970年11月26日の感謝祭に合わせたニューイングランド入植350周年のイベントで、 プリマスの岩とメイフラワー号2世の取り講義などを主催。白人による侵略開始の象徴であるプリマスの岩をペンキで真っ赤に塗ってみせた。1972年 AIM が決行した破られた条約のための更新に参加、その後のビアホンブビル選挙講義では2日目から参加し、選挙団の一人となった。 翌1973年のウン、ンウンレッドニー選挙にも参加した。1971年、ネバダ州の、ダック・コハン・インディアン保留地で、パイユート族、少々ニー族のティナ・マニングと出会い、彼女と再婚する。ティナは、部族の主権について、積極的に関わる、運動家だった。1973年から1979年まで6年間、 AIM の全国委員長を務めた。1975年、ネバダの保留地の公益所に、職権で食料を買おうとして拒否され、この時発砲したとして逮捕される。1976年以降、FBI によって逮捕されたレナード・ペルティエに代わって、AIM の調整役を務めた。1969年から1979年に、 かけて、FBI はジョンについて1万7000ページに上る調査書類を作成し、彼が非常に知的で、従って非常に危険であると結論付けている。1979年、逮捕された AIM メンバーレナード・ペルティエの待遇について、ワシントン DC の FBI 本部ビルの玄関前、階段で正常期を燃やして FBI に抗議を行う。 その12時間後、ネバダの保留地の自宅が原因不明の火災を起こし、義母、妊娠中の妻ティナと、1歳、3歳、5歳になるリカルダスター、サンシャイン・カルマ、エリ・チェンジング・さんの3人の子供たちが家に閉じ込められた状態で焼死した。妻ティナは保留地での環境問題や権利問題の先鋭的運動家だった。この不審美についてビアは、 暖炉の通風口の故障によって出火したものであると発表した。ジョンが雇った私立探偵は暖炉の通風口は塞がれていたと結論し、これが出火源とは思えないと報告した。火災の際の一部の目撃者は屋根は焼夷弾のようなもので燃え上がっていたと証言した。まるでジョンの政治活動への報復によって燃やされたかのような、この火災は 様々な憶測を読んだ。ジョンは家族の死は FBI と連邦政府に関連があるとコメントしている。この不審火が発生したのがジョンが正常期を FBI 本部ビルの前で燃やした数時間後のことだったからである。家族を失ったジョンはその悲しみや怒りを込めたベビーブムチェ、ラントアンドロールなどの自作の死の朗読を公衆の場で始めた。 1982年、ジャクソン・ブラウンやボニー・レートの支援を受けて、伝統的なインディアンの歌と太鼓演奏をバックにした、朗読手のカセットを発表した。翌1883年には、トライバルボイスを自身のレーベル、ピース・カンパニーでリリース。さらにコマンチ族、カイオア族のギタリストジェシーエド・デイビスと出会い、ジョンのシとジェシーのギター演奏を組み合わせた。 aka グラフィティマンと題する3曲のアルバムカセットを自主出版した。1986年、ジェシと組んだ最初の曲、オリジナル aka は、ジョンの死とインディアンの伝統音楽、ロックとブルースが編み込まれ、ボブ・ディランによって、本年度の最高のアルバムと絶賛された。ロックンロールと死を融合させる試みは、マーク・シャークとも行われた。1988年、 オーストラリアのバンド、ミッドナイト・オイルとセッションを行い、またピーター・ガブリエルとは1993年のウォーマッドツアーに参加して、市を提供している。その後は、詩人、音楽家として活動を広げる一方、ナバホ族保留地のウラン採掘による核汚染をはじめとするインディアンの国の環境問題に積極的に関わった。一方、 AIM メンバーアニーマヤクアッシュ殺害に、ジョンが関わりがあるとして、カナダバンクーバーの先住民組織、ネイティブユースムーブメントは2005年に、ジョンの公演のボイコットを決議している。2015年12月に、末期がんであると公表され、8日に息を引き取った。ジョンとルーデルは、俳優としても多数の映像作品に参加している。 2005年に制作されたドキュメント映画、トゥルードルでは、家族全員が焼死した1979年の火災事件について、多くの証言が再録されている。ホカハット・ジャブルン、ロバート、アメリカン・インディアン・アクティビスト、ポエット・ジョン・トゥルードル・ディエス・アット69、アソシエーテッド・プレス、http、アブクニューズ・ゴー・ドット・コム、US、ワイアストリー、 アメリカン・インディアン・アクティビスト・ポエット・ジョン・トゥルードル・ダイズ -69 から356584852015年12月8日、閲覧。ウェーバー、ブルース・ジョン・トゥルードル、アウトスポークン・アドボケート・フォー、アメリカン・インディアンズ・イズ・デッド・アット69。ニューヨーク・タイムズ、http:www.neetimes.com、2015-12。 10アスジョントゥルードルアウトスポークンアドボケートフォーアメリカンインディアンズイズレッドアットマイナス69 HTML 2015年12月10日閲覧ありがとうございます